ジャケツイバラは、豆かジャケツイバラ赤のツル性の落葉低木の植物。高さ1から2メートルになるツル植物で、茎と端軸の裏面に鋭く丈夫な逆差しを持つ。若い茎には柔らかい毛を生じるが、後に無毛となり、棘は次第に強く発達する。葉は2回偶数上吹用で、全体の長さが20から40センチメートルにもなる。 三から九体の右辺にはそれぞれに五から十対の小葉を並べる。小葉は長さ一から二センチメートルの楕円型で鮮やかな緑。表面には細かな毛があり、裏面は白っぽくなる。五から六月にかけて長さ約三十センチメートルにもなる果序が葉の上に、切立するために遠くからでもよく目立つ。額は黄緑色で五辺からなる。花そのものは、 計25から30ミリメートル、鮮やかな黄色。5枚の花びらは大きく開くがわずかに左右対称。上1枚は小さく赤い筋が入る。おしべは赤く、花糸の中央より下に白い毛が密生する。通常、めしべは10本のおしべに包囲され、外からは見えにくい。ユーラシア大陸東部の断音帯に分布し、日本では宮城県以南の本州、四国、 九州、南西諸島に分布する。沿岸部から、高原の崩壊した後、伐採跡、川岸、林園などの日当たりの良い場所に自生する。開花期には蜂など多くの昆虫が集まる。漢字表記では、蛇ケツバラであり、枝がもつれ合う様から、蛇同士が絡み合っているように見えることから、命名された。学名の俗名は、イタリア法王クレメンス八世の寺院も務めた、医者。 哲学者、植物学者であり、植物分類体系を表したアンドレア・チェザルピーノの名にちなんでいる。種商名のディクアパトーラは、銃の花びらを持つという意味だが、実際は5つしかない。なお、学名については、北村、村田は、シー・ジェルペニア・ディクアパトーラをとっており、ユーリストも、講義としてこの和名にこの学名を当てている。北村らは、日本産が古くに、 中国から移入されたものに由来する可能性を示唆している。ジャケツイバラ族は世界の熱帯に120種以上があり、日本ではこの種のみが普通である。他に南天カズラが九州以南の南西諸島に分布するが、これは常緑であり、商用に艶があって大きいことからたやすく区別できる。南西諸島にはこの他に白粒などが分布する。 日本では以下の都道府県でレッドリストの指定を受けている。ありがとうございます。